3月10日、僕たちは帝国領内を進撃していた。帝国の胸をつく形で猛反撃に出た連邦軍は、まさに破竹の勢いで大勝利を重ね、戦線を一気に押し上げている。連邦勢力圏の東端から帝国首都シュバルツグラードまで実に1500キロ、帝都を落とし戦争を終わらせる。途方もない道のりながら、みんなの士気は高かった。誰もが作戦の成功を心から願い信じているのだ。帝国って言っても全然大したことありませんね。ちょっと叩いただけで尻尾巻いて逃げていくんですから。お前は何かっていうとそれだな。おい、ちょっと貸してみろ。ラズさん、やめてください。フィルムがもったいない。何言ってやがる。未来の英雄様の写真だぜ。いや、カイ、お前も何か撮れよ。そうだな。いい写真が撮れた。おい、マイルズ、言っていいじゃねえか。てめえどんな操縦して。僕が止めさせたんだ。なんでまた。風がおかしい。今の砲撃、なんて威力だ。まともに食らえば一個正体なんざ一発でおだぶつだな。ともかく先を急ごう。F 正体との合流地点はこの辺りのはずだけど。フラッシュ。サンダー。合言葉は合ってるな。味方かよ、びっくりさせんじゃねえ。失礼、驚かせるつもりはありませんでした。ビクトル中尉がお待ちです。行きましょう。ビクトル中尉。ああ、ミネルヴァさんね。で、あんたは？ F 小隊所属のクリステル・ウォード伍長です。ミネルヴァ・ヴィクトル中尉の命令で参りました。あの強く美しいミネルヴァ隊長の信任を得て、栄えある F 小隊の代表として。ところで、先ほどの砲撃を？ああ、バッチリ見たぜ。連中恐ろしいもん配備してやがる。211mm 榴弾砲、目下進軍を阻む最大の敵といえる存在です。射程は少なく見積もって10キロはあった。あれが生きているうちは進軍は不可能だな。その通り、我々のミッションはあの榴弾砲の破壊だ。ミネルヴァ隊長。 E 小隊の印刷ご苦労だった。ずいぶんのんびりなご到着だな、クロード。途中敵の砲撃を見たんだ。警戒歩行していたら。言い訳は結構。先だっても言った通り、この作戦、ノーザンクロス作戦の肝は進軍の速度だ。行動は全て迅速に行うように。分かった。
でもあんたの隊だって敵のどでかい訪問が邪魔で急ぎたくても急げねえんじゃねえのか。礼を書く物言いだな、クロード。お前は隊員のしつけもできていないのか。ああ、しつけだ。隊員は犬猫じゃない。しつけるなんて言わないでくれ。言われずとも分かっている。その男があまりに無礼ゆえ忠告しただけだ。上官への口の聞き方も知らない兵士は早死にするぞ。ラズ軍曹。へいへい、せいぜい長生きしろよ、ウィクトル中尉殿。あのミネルヴァ隊長、あちらの広場なら見通しが効きます。任務の説明には最適かと。クロード、ついてこい。では今回の任務を説明する。我々の進軍を阻む211ミリ榴弾砲はあのクレスト要塞に据えられている。古い城を改造した急ごしらえの要塞に見えるけど、榴弾砲を防衛するためにかなりの戦力が配備されているみたいだね。近づけば城壁に配置された各銃座から集中砲火を受けるということか。でこっちの砲兵隊はどのくらいいるんだ。連邦の砲兵隊は榴弾砲にやられて壊滅した。射程が違いすぎる。狙い撃ちだ。壊滅？おいおい、次の砲兵隊はいつ来るんだよ。橋を破壊され牽引車両が進めなくなっています。到着までは早くともあと7日はかかりますね。歩兵の増援なら続々とたどり着いているのですが。歩兵が何人来たってどうせここで足止めだ。結局大砲が来るまで撃つ手なしじゃねえか。いやそうじゃないよラズ。ノーザンクロス作戦は進軍速度が命だ。7日間も足止めされるわけにはいかない。さすがに飲み込みが早いなクロード。クロードの言う通りだ。後続部隊の到着を待っている時間はない。砲撃支援抜きであの要塞を攻略する。無茶だ。一歩踏み込めば機銃掃射で蜂の巣だぞ。危険な任務だということは承知の上だ。それでもお前たちにはやってもらう。そのために祖国の義勇軍ではなくエディンバラ軍に志願したんだろ。ああそうだ、俺たちが志願したのは帝国をぶっ潰すため。自殺するためじゃねえぜ。では一つ教えてやろうクリステル。今朝届いた情報を。帝国がガリア公国への侵攻を開始した件ですか。ガリアに侵攻。とうとう始まってしまったのか。どこまで攻め込まれたんだ。ハーフェンは、俺たちの故郷は無事なのか。まだ国境線のギルランダイオ要塞において交戦が開始されたばかりとのことだ。だが相手は王子マクシミリアン率いる一大方面軍。ガリアの兵力では陥落は時間の問題だな。くしょー。何か
私たちにできることは。ノーザンクロス作戦が予定通り進めば、帝国もガリア攻略どころじゃなくなる。一秒でも早くこの作戦を完遂する。僕たちが取るべき道はそれしかない。無謀だとしてもやるしかねえな。ガリアを、俺たちの故郷を守るためによ。ああ、行こう。これより作戦を説明する。やってやるぜ。任せてくれ。よし来た。焦るでないぞ。やらせてもらうぜ。出撃だ。何としても榴弾砲を奪取しろ。帝国の要塞を攻略し、敵大型榴弾砲を確保する。 E 小隊出撃だ。予想はしていたが、やはり守りが固いな。どうするクロード。焦って突っ込めば総崩れになりかねない。いきなり門を落とすのは難しいだろう。確実に橋頭堡を築いていこう。まずは橋の前の敵拠点を制圧するんだ。その後は制圧してから考えるか。今はそれしかねえな。よし、みんな行くぞ。 E 小隊出撃。いいかクロード、困難な作戦でこそ指揮官の能力が問われる。兵士を的確に運用することもその一つだ。基本を忘れるな。分かった。確かにその通りだ。心に刻んでおくよ。
よし、出るぞ。僕がやらなきゃ。敵だ、敵だ。始めるかの。どこだ？仕方ねえな。各員、現在位置を確認せよ。前進する。やってやる。俺を誰だと思ってやがれ。油断砲を何とかしないと進軍は無理みたいです。俺様一人でやってやる。こう近づかれては。
機発見。援軍の状況はどうですか。援軍の状況はどうなっている。始めるかの。隙を見せちゃダメです。攻撃されますよ。見つけたわい。瓦礫に行くぞ。まだまだ青いの。なんて行動開始だ。慌てるな。甘いな。目標撃破。いいぞ。やってる。落ち着いて対処せよ。落ち着け。邪魔はするなよ。撃ってきやがった。やろ。楽勝だな。いい攻撃だった。俺の邪魔はするなよ。手段は選ばねえ。なんて腕前だ。こいつは使えそうだ。まあ上手で効く。
進する。ひるむな、進め。そこ。敵の反撃に注意せよ。任せときな。敵の反撃に注意せよ。敵が迎撃を開始しました。くたばりやがれ。恨むんじゃねえぞ。やってやる。よっしゃ、取ったぜ。目標の拠点を制圧したのに、敵の迎撃が激しすぎて前進できない。クロード、このままじゃまずい。みんな仲良く蜂の巣にされてしまうぞ。なあ、一か八か突入しちまおうぜ。こんなとこで無駄死にするよりはマシだろう。ダメだ、正面突破は危険すぎる。今は耐えろ、ラゼ。なこと言ってもよ、耐えてどうなるってんだ。必ず何か突破口が見つかるはずだ。それまで耐えてくれ、みんな。行動開始だ。敵発見。敵の射程内。くそ、どうすりゃいいんだよ。ずいぶんお困りみたいね、シンデレラ。あ、シンデレラだ。てめえこんな時に冗談のつもりか。城の舞踏会に行きたいんだけど、カボチャの馬車がなくて橋が渡れないんだ。は？お前までどうした、クロード。それじゃ魔法をかけてあげる。魔法か。本当にそんなものがあるならお願いしたいかな。私に任せて。
らいなさい。目標撃破、いざ。操縦は任せてください。私に任せて。各隊、戦果を期待する。行くぜ。俺を誰だと思ってやがれ。ギルナ、突破せよ。おい、衛星兵、ここだ。もう少しの辛抱です。持ちこたえて。カイ、絶対死ぬな。任せときな。俺様一人でやってやる。おい、衛星兵、ここだ。もう少しの辛抱です。持ちこたえて。そいつ死なせんなよな。走れ走れ。任せときな。ハーフェン号でみんなを援護しましょう。かばりやがれ。その瓦礫、縦にできそうですね。なるほど、できるな。草地を
ところで足止めを食うわけにはいかんのだ。行動開始だ。この程度か。やるじゃねえか。行くわよ。前進する。任せときな。謝るな。援軍を待て。よっしゃ、取ったぜ。拠点は取られたか。行くぜ。これを誰だと。俺様は不死身だ。敵の。くたばりやがれ。恨むんじゃねえぞ。まずいかもな。よし、門の突破に成功したぞ。みんな、このまま前進だ。敵の大型榴弾砲を露獲する。おのれ、
帝国民の血と汗でできた兵器を連邦の大敗主義者などに奪われはせぬ。我が大祖国に栄光あれ。危ない、伏せろ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの報奨を受け取るがいい。これが211ミリ榴弾砲か。無傷でダッシュできればベストでしたけど。投稿を選ばず砲台もろとも自爆しやがるとはな。僕たちにこの榴弾砲を渡さないために、それだけのために彼は自ら死を選んだ。死をも厭わぬ覚悟か。戦いで死ぬこと、それはみんな覚悟してます。でもいざという時、彼みたいな判断、死に方ができるんでしょうか。僕たちは死ぬために戦ってるんじゃない、みんなで生きるために戦ってるんだ。あの砲撃手の死に敬意は払う。だけど分かってるさ、武器なんかよりも命が大事だってことはな。しかし武器っていや、あの増援部隊が持ってきた新兵器だよな。歩兵が携行できるサイズで、あの火力ってすごい技術ですよね。射程だって戦車並みで。精鋭部隊って聞いてたけど、拍子抜けね。これが何かもわからないなんて。敵弾砲、何でもなぎ倒すマジックシリンダーよ。すごいでしょ。おいクロード、あれってこの隊の隊長はどこ？初めての合同作戦だったのに、なかなかいい指揮を取るじゃない。あのな、お、あなたラーズ、どうしてエディンバラの舞台に？みんなで志願したんだ、ガリアを守るためにな。リナまで？嘘でしょ、こんな偶然ってある？ああ、すまないレイリー、ここでは私はカイと名乗っている。カイ？だってそれは。レイリー、よくわからないけど、わかった、カイって呼べばいいのね。だけど嬉しいわ、異教の地での共同作戦で同郷の幼なじみに再会できるなんて。共同作戦って、ならレイリーも軍に？ご覧の通りよ。改めて私は
レイリー・ミラー技術少尉。専門はラグナイト工学だけど、軍では砲兵顧問なの。支援砲撃中隊からの出向で今回の共同作戦に参加したってわけ。私の知識と技術は帝国軍を倒す力になるって約束する。みんなよろしくね。すごい新兵器だ。ぜひまたお願いします、レイリーさん。で、隊長はどこ？挨拶しておきたいわ。なあレイリー、この隊にいるのは俺たちだけじゃねえんだ。え？なんだ、じゃあやっぱりカイも。レイリー、僕がこの異小隊の隊長だ。あら、ずいぶん若いのね。だけどさっきの采配なかなかだった。期待してるわ。クロード・ウォレス。私があんたの手なんか握ると思う？よりにもよってこんな男が指揮する隊と組むだなんて最低。例の解放戦。クロード、朗報だ。司令部より勲章が授与されたぞ。クレスト解放戦の功績をたたえ勲章が授与された。まずは初戦突破というところだな。みんな聞いてくれ、 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。戦争のノンフィクション小説を書いているコナー・ドハティだ。以後よろしく。ライアン・フォード、傭兵をやってる。まあ雇われてくるには仕事をするぜ。